はいどうもピオキングです。今日もですねみんなでバトルやっていきますか。バトル用コースっぽいね、4プレイヤーバーサスって書いてました。やっぱりそうか、このスーパーマリオワールドのスキンのバトルっていうのはあんまり見ない気がするんだけどな。だいたいさ、あのスーパーマリオブラザーズ、まあ初期スキンが多い気がするんだけどね。この僕赤だったね。でこれ左に行く。オッケー、一段飛ばしでいいかな。多分まずいパターンだね。オッケー、あ、なんかめっちゃいいね。あ、なんかめっちゃいいね。オッケー、待って、マリー待って。うお、オッケー、いいね。いや、なかなかいいですよ。よし、マリー待って。で、今度一番右、次一番左っしょ。よし、オッケー。で、次一番右。いや、うまいこと結構抜けれてると思う。で、右。うわ、マジか、ブブーか。いや、マリー、そっち正解。マリー、正解。で、次左。よし、オッケー。で、次右。よーし、来たで、このドア。これ、勝ったでしょ。あ、上か、今度。なるほど。よし。よし、OK。さっきと反対方向に行けてか。で、確か次も右だったよね。僕覚えてますよ。ほら。よし、勝てる。これは勝てる。これは、いや、もらえるよ。このチャンスはマジもらえるよ。OK。この風に乗っていきます。もう一丁風。OK。いいね。よし。めっちゃ順調。略してめっちゅう。よし、これ渡っていきます。で、上。で、ここも上。よし。これ乗って、早く。マリーがマジ迫ってきてる。マリー、待ってね。よし、OK。いや、勝った。これはもらった。あ、待って、これはここいらない。待って、なんでバネ持ってんの、僕。よし。で、ここも、ジャンプ。やった。待って、マリー、早いって。マリー、早い。待って、マリーが間違えない。マリー待って。マリー、さっきのマリーいるわ。いや、リベンジかましましょう。なんかね、見た目的に嫌いにはなれない見た目してるよね。めちゃくちゃ可愛いもんね。前回の動画もいた気がするんだけどな。このコースね、やったことあります。はい、僕やったことあります。これは、一番右に走っていく。どんなコースかな？覚えてたらいいけど。あ、どんどん登るコースね。オッケー。あのね、カロンとか結構いるんだよな、ここ。ねえ、そのカロンに気をつけなきゃいけないからね。できればね、ぜひアイテムは欲しいところではある。ね、アイテムじゃないんかいマリオ、絶対マリオもそう思ったよね。アイテムじゃないんかいみたいな。うわ、ルイージちょっと早すぎ。ね、ルイージめっちゃ早いよね。よし、オッケー。で、これ、右に渡っていきます。よし、ルイージに追いついた。よし、これ抜いていこう。ルイージを抜いていきます。じゃあ、オッケー。で、シャガちゃん。これ、シャガちゃんマジ大事ね。じゃあ、オッケー。で、ここでファイヤーマジで取っていけばよかったけど、大丈夫かな。よし、オッケー。じゃあ、よし。あー、これ怖い。この方は、マジ危ない。よし。で、次、右に渡っていく。危ねえ。やばい。ルイージが一回当たってもいい覚悟で来てるから、めっちゃ速いんだよな。よし。で、ここで、これ。ルイージ。よし、来た。これ、結構差ついたでしょ。なるほど、ここでブンブン。お前かい。もう一丁。ここ。よし、OK。よし、入った。これゴールでしょ。やったはい、勝ちました。確かこのコース、これでゴールです。OK。またいるね、回線落ちじゃねアナスタシアさん。今日ずっといるわ。マイントゥギャザー。マインって何だったっけ？マインって爆発みたいな感じじゃなかった？なんか爆弾っぽいね。多分あの、右の土管じゃないや、右のブロックが爆発するみたいな感じ？いや、違うな。まあ、いっか。キノピオ、開けて。行って。オッケー。僕、キノピオの邪魔しないから。ね。ちょっと、ルイージ待ってって。よし、オッケー。いや、待って、やめてマリオ、そういうのやめて。マリオ、そういうのやめて。え、もしかして先にゴールがあるパターン、もしかして。ね、そういうパターンかな。どうなんだろう。いや、待って、叩くのやめようって。もうこの黄色い土管でいいのかな。どうなんだろう。ルイージ、でもちょっと待ってね、ルイージ。あっ、積んだ。僕たち積んだ。いや、ここでキノピオとマリオが来てくれたおかげでいけると思います。まあ、ここは土管の中だからゴールはないと思うんですよね。あと1回土管があると思うんで。ちょっと待って。いや待って、マリオ早く行ってて。これは右にどんどん進んでいこうか。オッケー。これチビ有利だね。これチビめっちゃ有利じゃない。オッケー。上なんもない。これ右だね。キノピオ、マリオのとこ行こうね。オッケー。多分土管があって、次もうゴールだと思うんだよな。よし、うわ、ルイージ行ったね。いや、何してんのルイージ。なるほど、そういうことか。これ騙しか。そういうことね、ルイージは。
これ下だね。じゃあこういう感じで、オッケー、来た、よし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 、ここでゴールでしょ。いや多分ゴールだよね。おっ、よしよしよし、早く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 、レイジが来る前、よし、もう一丁、よし、オッケーで、もう一丁、よし、オッケーで、次はこれはなんだ、やったったこ、いや待って、ルイージ、クッ、ルイージ、ルイージ、アハハハ、やったぜ1-4、キャットタイム。さて、キャットタイム、ここではおそらく猫が必要になってくると思うんですけど、僕は一回ね、猫を取らないまま行きたいと思います。よし、オッケー、上、いや、これ猫取った方が良かったかな、どうなんだろう、このまま何もなければいいんですけど、多分あのハテナは猫だと思うんですけどね、このまま渡っていって何もなければゴールできると思うんですよ。よし、オッケー、いや、キノピコマジで速い、ここは危ない、うわー負けた、これは負けた、いや、まだチャンスある、まだワンチャンある、よし、いやー、ちょっと待って、このコースなんか見たことあるね、なんかさ、モデルになってるコースない、これ多分あると思うんだよね。さあ、ここでゴールか、まあゆゆー、それじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。最初のハンマーブロスに気をつけましょう。うわこれはね、一番後ろ不利だね。ああいう時ってどうすればいいんだろう、いや結構どうしようもないよね。よし、今度次左で、次右だね。よし、オッケー、これはワンチャンあるよ、あぶね、いやよし、それじゃあなんかよくわかんないコースですけど、毒沼に気をつけていきましょう。この毒沼ね、結構マジで引っかかるんですよね。でもね、なんかコインがね、良心的にあるから、コインの通り行けばいいのかなね、キノピコ、そんな感じでしょ。後ろから僕が来て焦ってると思うんですよね。ね、結構後ろの人プレッシャーだよね、こういう時。オッケーオッケーオッケー、よしよしよし、いや待って待って待って、マユユン、マユユン、さっき負けたね、マユユン、さっき負けましたけど、ここはあのキノピコを出し抜いていきましょう。よし、オッケー、でジャンプ、ここあんまりね、ジャンプして下が見えない状態にしたい方がいいね。あぶね、いいよ、ちょっと待って、危ね、よし、結構後ろね、僕が迫ってきてるから、あのキノピオは僕プレッシャーだと思うんですよね、多分そんな感じでしょ。待って、もうゴールありそう、いや、これだ、よしさて、そろそろラストバトルにしますか。最後はヒッタ、今僕これね、夜中の3時半ぐらいにやってるんですよ。意外とね、でもみんないるなって思う、日本人の方結構いるんですよ。はい、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。